一品目は、レンコンチップスの和風カプレーゼというのを作ります。レンコンチップス、はい。カプレーゼって、まあ、イタリアの、まあ、サラダなんですけど、食感が一辺倒なので、そのカプレーゼにレンコンチップスを挟んで、ちょっとこうパリッで、なんかトマトとモッツァレラチーズでじわっとなるような美味しいやつです、多分。うわぁ、すっげぇ、でっけぇ。こうやって背中マッサージするやつありますよね。こりゃすごいわ。ちょっと食ってみません？生で。すごい。ちょっときつか。重っ。すっごい。シャキシャキだわ。生でいただきます。俺が知ってるレンコンじゃない。びっくりしてます、味。すっごい甘い。レンコンって甘いですか？甘くないですよね。こんなレンコンあるんですか？甘い、梨みたい。うん。寒いから多分糖分蓄えるんでしょうね。これすごいわ。へえ、楽しみ、料理が。まずはレンコンチップスを作ります。薄切り、どんぐらいかな。めっちゃ気持ちいい。サックサク切れる。水にさらします。3分とか5分ぐらいで十分だと思う。えぐみがなくなるのと、あとレンコンってポリフェノールがたくさん入っているので変色しやすいんですよ。で、変色しても別に味に問題はないんですけど、ちょっと見た目はね、白い方がいいので、あの酢水につけるともっと変色しにくくなるんですけど、まあキャンプなんで水で十分だと思います。焚き火に火を送るときはこうやって両手の人差し指と親指でここにこうひし形を作って、このひし形から振って火を吹くと、あ、火じゃない火吹いちゃダメ、このひし形から息を吹くと、あのまっすぐ勢いのいい息が火に飛ぶので、こうやってふってやると灰がブワって飛んじゃうんですけど、こうするとピンポイントで火、また火っちゃった、こうやってやるとピンポイントで息がいくので、お試しください。スキレットにサラダ油、
これもキャンプなんで少量の油で揚げましょう。多分いいと思いますんで。油で揚げるので水気をしっかり取って。でまあね、変色気にならない方は別に水にさらす作業なくてもキャンプなんでねいいと思いますけど。いいんじゃない？えい。もうちょっとだな。あ、でもゆっくり。どうだろう。いいんじゃないですか。で揚げ物って難易度高いですかね。いや、僕はよくやるんですよ。手間じゃないです。うん、そんなに手間じゃないです。むしろ家でやるとキッチン汚れるし掃除も大変じゃないですか。確かに。でも外なら気にしなくていいし、あとだからやっぱ揚げ物って全料理で一番揚げたてがうまいものだと思うんですよ。ほんと5分経つだけでちょっと落ちるんで、だから天ぷらとか串揚げとか自分が食べるためだけに焼いてあげて、で出来たてを食べるっていうのはもうめちゃくちゃ贅沢ですよ。なるほど。色づいてきた。塩まぶして食べたい。もうこれだけでね、塩だけで完璧ですよ。カリッカリ。あー、いい音。絶対うまいよ。キャンプ料理は失敗してもいいっていうのが楽しいですよ。家の料理だとね、失敗したら何やってんだって言われますけど、キャンプの料理は逆にちょっと失敗するぐらいの方が後々思い出になるんですよ。あん時のお父さんのあれ最悪だったとかね、なんかそういうのも失敗してもいいんですよ。色。オッケー。じゃあ野菜を切りますよ。どれぐらいできるかな。これぐらい切れば十分でしょうね。で、モッツァレラもこれも同じぐらいに切りますよ。
モッツァレラはね、イタリア国旗のイメージで赤、白、緑ですけど、今回は和風カプレーゼっていうことで、普通カプレーゼバジルを使うんですけど、緑の部分を今回は大葉使います。じゃあ盛り付けしていきましょうね。トマト、モッツァレラ、バジル、レンコン、こうすることでサクッとした食感がプラスされると。普通のレンコンで一応試作はしたんで、それで美味しかったんですけど、綿打ちレンコンでやったらどうなるんでしょう。もっと美味しいと思うな。すごい可愛い感じですよ。で、味付けです。コクが出るのと風味が良くなるのと、あとこの後乗せる塩がかかりやすくなるので、ごま油、本当はねオリーブオイルでやるんですけど、和風カプレーゼなのでごま油、そしてお塩、味はこの塩だけなんで、シンプルにどんな風味が出るか楽しみですね。仕上げ、いりごま、これもちょっとね食感プラスごまの和の香りできた。可愛らしい、レンコチップスの和風カプレーゼ完成。さあ、今回森のあかりキャンプ場のオーナーさんでよろしいですよね。はい、前田さんご夫妻にちょっとお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとこの素敵なキャンプ場で景色もめちゃくちゃ良くて、もうマジで一泊したいぐらいなんですけどちょっと何泊でもしてください美味しい料理をちょっと作りまして、はいはい、ぜひ召し上がっていただきたいなと思うんですけども、今日は何を作ってくださったんですか。今日はですね、僕が取ったレンコン。自分で取られたんですか。はい、苦労しました本当に。長野であんまりレンコンを作ってるところがないらしくて、はい、ですごい希少なレンコンで、普通レンコンってこう、あ、いいですか。レンコンってなんていうんですか、こう沼地みたいな水の中から掘り出すじゃないですか。でもやっぱ寒い地域なんで水が凍っちゃうから泥の中で育てるので、掘り起こすのがすっごい大変。今日それ掘ったんです。そうなんですよ。すごいです。寒かったですよね。寒かったです。もう本当にスタッフにこき使われてるんですよ。ぜひちょっと、はい、食べてみてください。これ初めてやね、こんなね。これ一口でいっちゃっていいんですかね、うん、ぜひぜひ。サクサクです。美味しいです、レンコン。サクサク、うん、ここもいただきます。美味しいです。美味しいです。うん、やっぱりソースというかタレは最高、美味しい。
タレは何を？これ和風なんで、普通はオリーブオイルとお塩かけるんですけど、うん、和風なのでごま油とお塩のみです。このパリパリとした食感がいいですね。いいですね。でこのレンコン自体が生でちょっと食べたんですけど、甘いんですよ。甘くて、ほんのり甘くて、食感も合わさってちょっと梨っぽい感じがして、すごい美味しくて、火を通すとどうかなと思ったんですけど、結構味濃くていいですね。そうですね、はい、レンコンすりおろし揚げてみましょう。じゃーん、うほー湯気で全然見えねえ。めちゃくちゃいい匂いだよ。